次回で喉を枯らしてしまってウィスパーボイスで話すね。今日は今から韓国に行ってきたいと思います。またね。韓国1日目の朝です。こんにちは。こんにちは。カルビ定食行きましょう。行きます。カルビ定食カゴシポ。カゴシポ行きたい。はい、待ってます。すごい。ここに行きます。何屋さんですか？呼んでみて。後ろの二文字だけ。だけ読めるの？カルビ。そうです、カルビ屋さんです。やっぱり韓国大好きなんだけど、やっぱ美味しい。あ、ね、ちょっと美味しい。マジケ負けすみだ。じゃあ負けすみ、じゃあ負けすみ。きついマイネル。スポットフォーカス。ちゃんと取れてるよね。取れてる。うん、取れてる。先に飲むと血糖値が上がるのが緩やかになるから。いいね。うん。おいしい味だ。さつまいも。菊芋、まあ、甘い味するよね。うん、美味しい。もやかと辛いのダメだったっけ？真ん中ぐらいだったら大丈夫。辛ラーメンとかは？辛ラーメン食べれる。韓国料理で、でもキムチは食べれるよね。うん、あ、キムチチゲとかも食べれるでしょ。じゃがいもチーズチチミです。美味しそう。じゃまごすみだ。じゃまごすみだ。美味しかった。今日は3日目。萌えか3日目の朝です。朝です。おかゆ食べに行きます。おかゆ行くよ。おかゆ行くよ。チュウ、チュウ、チュウ、おかゆです。おかゆ屋さん到着。暑い。あったかい。うん、大丈夫。美味しい。でも結構毎回さ、韓国料理ちゃんと食べてるよね。うん、飲む飲む。ちゃ韓国料理。うん、日本でも結構食べる。日本でも結構食べる。中に、うん、私より食べてるかも。本当？カフェラテのアイス。アイス、アイスカフェラテやな。ご用アイスカフェも買わなくていい。すごい。クリスマスマーケット。クリスマスマーケット今ソナとバイバイしてエリカと会うためにギャラリアに来ました。今ギャラリアのラウンジに来たよ。
国の電車3年ぶり地下鉄曲もある超有名な曲だから今日は雨が降ってるアッコジョンだからウイスキーを飲む、まあ、モエカは飲めないからウイスキー私は飲むけどモエカはノンアルコールで過ぎるキラキラ超美味しそう幸せそれではお部屋の紹介をしていきたいと思います。シャワーです。こんな感じです。このデカルカの拭き取り化粧水とか、SK-2 のお気に入りのウルトラオーラエッセンスとか、こちらのこのヤーマンの針のクリームとか、化粧水はこのフルベッドのスキンローション、酵素の化粧水を使ってます。で、ミスト。ミストはこのジューシーが作ったカーボネイテッドミスト使っております。お部屋はこんな感じだよ。ベッドはちょっと大きくしてもらいました。こうシックでいい感じで。声がちょっと出てくるようになってきた。良かったですね。おせんべい買いに行こう。すっごい美味しい海苔せんべいあるから期待してね。これ食べます。萌香の友達エリカのおすすめです。この辺に来ることになったらこれは絶対食べた方がいいです。これから何飲みますか？今からホットラテ飲む。寒いからね。めっちゃ今韓国は死んでもアイスっていう言葉があって、私はみんなアイス飲んで、寒くてもアイスラテにします。じゃあ私もアイスラテにします。じゃあアイスラテの達に。めっちゃいい匂いする。何これ？すごい。クッキーみたい。いただきます。ん？何これ、めっちゃ美味しい。なんか海苔と、本当に海苔？なんかちょっとトリュフみたいな匂いがする。めっちゃ美味しい。よかったですね。なんかちょっとラングドシャのクッキーすっごい薄い。日本はこんなもんないですか？うん、おせんべいとクッキーのハーフ。いただきます。チャンモクスミが、美味しい。なんか日本のキャロットケーキよりふわふわ。せんべい好きだね。で、あんま日本にないこの味。
うん、お店がめっちゃ可愛い。モルカ今お腹ペコペコ？お腹ペコペコ。でもさっきコーヒー飲んでたからね。まだお腹空いてるよ。サモゲスミだ。うん。でも、たぶん、立てよ。立てよ。もちもちする？うん。美味しそうよ。これが一番美味しいかな。これがめっちゃ美味しかった。これなんか辛く見えるけど、全然辛くない。うん、なんか甘くて、出汁が効いて超美味しかった。旨味がすっごい入ってて、めっちゃシンプルな、このキムチと一緒に食べてるし、これも美味しい。脂っこく、脂っこくの。手作りの餃子はどうでした？美味しかった。めっちゃ詰まった生地。中もパンパンだし。美味しいけど辛い。多分アメリカ人とかだったらこの匂い嫌いだと思うけど、多分日本人だから理解できる。旨味が強いです。チゲみたいな感じ。韓国は卵焼きをちょっと持ってきて、ここに俺らがさ、マックスのその文字の下まで飲んでもらっていいですか？飲めない。おー、焼けダメ。わー、じゃーん。ビール飲めるようになった。すごい。初ビール。人生初ビール。嘘でしょ。初ビール？本当。